年に一度の大瀬七夕は切ないものです。同じようにこの七夕賞といいますと福島の夏の競馬のにぎわいが終わってしまう寂しさ、そういったものも含まれております。伝統の第30回七夕賞、今年は13頭の出走になりました。いつものように2000メートルのハンデ戦であります。この4週間福島は競馬の熱気にあふれておりました。競馬場ももちろん街もでした。吉田仁さん、はい、競馬はもちろんですが街の方もだいぶ短い期間でしたが楽しまれましたか？そうですね、なんかやっぱり人開催ですとちょっとあっという間だなという感じがします ね終わりますといつの間にかって感じですよね。ここで来ますと、ただ今日は涼しいんでね、この座っててもなんかこう爽やかな感じしますけれどもね。競馬を楽しむには非常にいい状態ですね。そうですね、先週ですとちょっとね暑いかなという感じがありますんでね、はい、さて馬場がちょっと、まあ、多少こう時計のかかる馬場にはなっておりますが、馬場状態は寮で行われております。13頭が出走のハンデ戦、1番人気は現在システィーナ、2番人気フライングコラム、3番人気マイオジョンヌといったところです。さて吉田さんの本命はマイオジョンヌです。早めにこちらに入手しましてね、直前輸送を避けての飛翔態勢で来ていますのでね、はい、まあ、54キロもいいですしコースも向いてると思いますのでね、はい、まあ、おそらくシスティーナが花取るんではないかなという流れになりそうですけれどもね。中田定治が、前半のペース以下によっては軽量馬のタイトも十分考えられるなというレースだと思いますけれどもね。そうですか。その他では、そうですね、このコース走る4番のカサブランカシティというのが軽量ですのでね、ちょっと注目してますけれどもね。そうですか。さあほとんどの馬ゲートイン完了しています。1番外関西馬の大隅ポイント、今ゲートインです。さあゲートが開きました。第30回七夕賞がスタートいたしました。今年の七夕、願いが叶うのはどの色の短冊なんでしょうか。小回りの福島、意外と1コーナーまでの直線は長いであります。さあ位置取りに入りますが、早くも1番人気のシスティーナ、内の方からゆっくりと出てまいります。そして外の方からはウエストディーンが行きます。マイオジョンヌはその後ろの黄色い帽子、そしてカネヒューが内に入りまして、赤い帽子がフライングコラム、そして1番がメモリー太陽であります。ユーアビームが真ん中、そして大隅ポイントは外を通っています。さらにはニフティーダンサーが行きます。一番後ろから行っているのが8歳馬の橋野健志郎、その外からがセンターグリーンといった体型になります。さあ1コーナーから2コーナー、ゆったりとしたペースです。さあシスティーナが先手を取りました。去年このレースをツインターボで逃げ切った中田定治が後ろをちらっと見ながらの逃げであります。その後ろちょっと間が空いています。3馬身から4馬身、そして11番のウエストディーンであります。外の方からはカネヒューガ、そして内にマイオジョンヌであります。1年ぶりの勝利を夢見ております。1番がメモリー太陽、そしてその外からはフラインコラム、まだ10戦の5歳馬、そしてユーアビームがおりました。ニフティダンサー絶好調の松山勢であります。そしてその後ろの2番がシャマードシンボリであります。そしてちょっと間が空きました。まだ3頭4頭おります。カサブランカシティがおりました。関西馬の大隅ポイントであります。そして8番がセンターグリーンといった体型でありますが、さあ3コーナーにかかりました。まだシスティーナが先頭であります。その差がしかし2馬身から1馬身半と縮まってまいります。そしてマイオジョンヌ、マイオジョンヌがひたひたと馬場の真ん中を通っています。馬場のいいところを通っています。その後ろが3番のフラインコラムであります。外の方からはニフティダンサーがぐいぐい上がってまいります。そしてカネヒューが大隅ポイントといったあたりもやってきた。その後ろはちょっと馬群が離れています。さあ4コーナー回って直線コース、もうあと271メートルしかありません。マイオジョンヌが先頭か、マイオジョンヌ、1でシスティーナ失速か、そしてフラインコラム、フラインコラム、ニフティダンサーやってきた、ニフティダンサーが外からやってきた、マイオジョンヌ、あと100メートル、マイオジョンヌ、外からニフティダンサー、内でシスティーナ粘っているが、マイオジョンヌとニフティダンサー並んでゴール、マイオジョンヌとニフティダンサー並んでゴール、1番人気システィーナは3着です。しかしこのレースも審議になっております。このレースも審議です。吉田さん、はい、人気の